メディアを再生するエイドッグズライフ犬の生活は1918年公開のサイレント映画。ファーストナショナルによる制作で主演、脚本、制作及び監督はチャールズ・チャップリン。チャップリンの映画出演64作目にあたる。一連のチャップリン映画の中でターニングポイントに位置する作品であり、チャップリンの放浪者、いわゆる チャーリーのキャラクターが完全に確立された作品とみなされている。また、イフケのシドニー・チャップリントモ子の作品で共演したが、映画で兄弟が共演するのは、これが最初だった。一方で不幸な事件により、チャップリンが亡くなるまで維持された秘密主義が確立されたきっかけとなった作品でもある。タイトルの A ドッグズライフは、惨めな生活を意味する英語の慣用句でもある。 なお、チャップリン映画に関する著作権は、この作品から1967年の伯爵夫人までは、チャップリン家が保有している。放浪者は職を得るために、職業安定所に行くが、失業者仲間との争いに負けて、職を得られなかった。その木と、野良犬の群れにいじめられている一匹の犬を助け、スクラップスと名付け一緒に生活する。路地の屋台で盗み食いをしつつ、 生活を共にし、お金を持たず、入った酒場で歌手と出会うが店を追い出される。その後、強盗が紳士から盗んで埋めた財布を、スクラップスが掘り当て大金を手にし、再び酒場へ。一度は財布を強盗に奪われるが二人羽織の策で、取り戻し、歌手と犬と共に、田舎で幸せに暮らすのだった。チャップリンの冒険をもって、ミューチュアル社との 有効的な契約を終えたチャップリンは自分の力量を最大限に発揮するために独立を格索していた。一方、映画界の実力者、アドルフ・ズーカー率いるパラマウントに脅威の根を抱いて対抗する映画監視は自前の映画をパラマウントの影響から遠ざけて自前で配給及び上映が可能な組織を1917年4月に結成する。この組織が ファーストナショナルであり、結成早々にチャップリンとの契約に成功する。秋に入ると、自前の撮影所であるチャップリンスタジオを建設し、独立への屋台骨は徐々に組み立てられていった。新スタジオでの第一作はかりに、心配無用と命名され、新スタジオが完成した1918年1月までには、大方の準備が整った。ところが、 この1918年1月に一つの事件が起こる。チャップリンは新スタジオが完成すると PR の一環で一般客向けに内部を公開したが、その一般客の中にジャーナリストのふりをした二人の男が制作会議を盗み聞きしているところを取り押さえられるという事件が起こる。二人の男を調べると心配無用の完成セットのスケッチ8枚とストーリー会議の 即帰ノート、登場人物の衣装に関するノートなどが次々と見つかり、この事件を重く見たチャップリンは、以降スタジオの一般公開を厳禁として、秘密主義を貫くこととなった。チャップリンがイネと共演している映画は、本作の他にキーストン記のチャップリンの総理大臣とチャップリンの検討、ユナイテッドアーティスト時代に入ってからの黄金京時代、街の明かり、 モダンタイムスがある。少なくとも、検討の時点で喜劇における犬の重要性を理解していたチャップリンは、1916年12月の時点で、喜劇センスの優れた犬を求むと題された記事の中で、喜劇向けの犬を探すことに苦労していることを語っている。チャップリンによれば、雑種券が大本命であり、ダックスフントやパーバイアンスが連れてきた、ポメラニアン。 ポメラニアンと入れ替えで持ち込まれたプードル、さらにやってきたボストンテリアやブルドッグといった一流の品種は全く気に入らなかった。ついにはロサンゼルスの野犬場から21匹も持ち出すこととなったが近隣住民から苦情が出てその数を半減せざるを得なかった。試行錯誤の末に起用されたのはマットと命名された雑種の小型犬であった。 作品は1918年1月15日に撮影が開始されるが、1週間後の1月22日には、スコットランド出身のコメディアンであるハリー・ローダーの訪問を受けて、撮影は中断。2月11日、チャップリンは突然気まぐれを起こして、心配無用の制作を中止して、ビグルさんの制作を始めると宣言し、カタツムリ6匹と塩の調達を側近に命じるが、 翌2月12日になると、ウィグルさんは、影も形もなくなっていた。このような出来事を経て3月22日に撮影が終了。作品は自由交際募集に合わせて封切る約束がしてあり、それに間に合うように3月26日から29日までは、バーグマン、カメラ担当のローランド・トザロー及びジャック・ウィルソン、さらには二人のカメラ女子を交えての編集作業が、 行われ、3月31日には一連の作業が終わった。この時、仮に、心配無用と呼ばれていた作品は、チャップリンによって、犬の生活と正式に命名された。映画史上初のトータルな芸術作、ルイ・デリュック、汚い裏貝を描いているだけなのだが、本年度の数少ない真の傑作の一本である。フォトプレイし、九百十八年四月十四日に、封切られた。 犬の生活は、従来は格下に見られていたコメディを芸術として扱われるきっかけを作った。チャップリンの伝記を表した映画史屋のデイビッド・ロビンソンは、犬の生活は、彼の最も完成された作品の一つであり、また次のようにも評している。テンポが速く、ギャグが惜しみなく使われているところは、カーノーの寸劇張りであり、個々のシーンは、それぞれが集まって一つのまとまりのある全体を、 構成している。と同時に、これまでのどのチャップリン映画よりも強烈な生々しい現実感が脈打っていて、ここで語られるのは、街の生活、仮想生活、貧困、飢え、堕落、搾取である。気取りもなければ、喜劇的な活力を、微人も犠牲にすることなく、チャップリンは、一匹の野良犬スクラップストーンに、見放された二人の人間、放浪者チャーリーと、 酒場歌手の江戸タイの生き方を重ね合わせ、三者が愛にた者同士であると見る者に訴える。デイビッド・ロビンソン、チャップリン研究家の王の広之は犬の生活を特別な断絶点と表現している。キーストーンキのベニスの子供自動車競争で初めて登場したチャーリーはミューチュアルキまでは決して弱者の味方のキャラクターではなく、むしろ弱者をけなして、 性的にもいやらしいキャラクターであった。この傾向は冒険まで続き、冒険で使用されなかったシーンの中には、従前の性的にいやらしいチャーリーが多く登場する。しかしチャップリンは、そういったシーンを完成版では採用せず、代わりに金持ちに対する貧乏人の抵抗を暗示するシーンを採用した。ミューチュアル記載収作の 冒険で性的な意味を持つシーンを使わなかったのは、結果的に犬の生活の位置づけに大きな影響を与えた。冒険は制作に4ヶ月かかっているが、これについてロビンソンは、当時のチャップリンが想像上の壁にぶつかっていたと論じ、大野はこれを補うように、冒険が性的にいやらしいギャグをカットすることで、心優しくイノセントな、 チャーリーの犬の生活を生むために必要な踏み台だったと説明している。先に掲げたフランスの批評家、ルイ・デリュックの犬の生活への賞賛は悪いチャーリーと決別したチャップリンに対する賞賛であるとも解釈できる。チャップリン自身、この犬の生活を制作する頃には喜劇というものをようやく構造的に考え、その建築的様式を考えるようになっていたと。 自伝で改装している。他方、犬の生活は、チャップリンの意図していないところでもう一つの、ある流れを断ち切る作品でもあった。ある流れとは、ロシア帝国出身の俳優ビリー・ウェストの、チャップリンの高度な模倣者としての活動であった。チャップリンが、犬の生活を完成させた後もウェストは依然として、チャップリンの模倣作品を制作していたが、 1921年になっても冒険を模倣した作品しか生み出せず、やがてチャップリンの模倣を諦めて別のキャラクターを創造し活動を続けざるを得なかった。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を含む。1971年に映画研究家ウノアスプランドが制定した。 チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムでは63作目、シドニー・チャップリン夫人、トム・ウィルソン夫人チャップリンの側近、ありがとうございます。